こんにちは、タロットティアラです。こちらのセカンドチャンネルでは恋愛がうまくいくヒント、そして現実創造、願望実現のコツなどをお話ししていくチャンネルになっております。はい、そして今日のテーマは好きな人と LINE でしてはいけない NG トーク、はい、好きな人と LINE でしてはいけない NG トークというタイトルでお送りしていきたいと思います。そしておまけとして、お相手と盛り上がる話題は、あなたがお相手とお話をしていて何を話題に出せば盛り上がるのかっていうのをね、ちょっと最後に3択で見ますので、それまでごゆっくりお付き合いください。まず好きな人と LINE でしてはいけない NG トークっていうのは、第一に基本として、もうねこれは皆さんご存知かもしれないんですけど、1番目、他の男の人の話ですね。まあ、あなたが男性だったら他の女性の話ですよね。他の女性、まあ、タレントさんとかでもよくないよね。あんまりよくないです。あなたの好きなタレントさん、あなたの好きな異性のタレント、もしくは異性の友達とかね、共通の友達でも自分の方から話題に出さない方がいいでしょう。得てしてね、男性っていうのはこうやきもち焼きなんですよ。プライドが高い、やきもち焼きだから、他の男の人の話題が出てくるとカチンとするんですよね。あと元彼の話ね、元彼の話、元彼はこうだったとか元カノはこうだったとかいう話をして、こうだったらそっちに戻ればいいじゃんって話になっちゃうじゃないですかね。それは悪い例、元彼はすごく浮気者だったとか、そういう話でさえも良くないんですよ。元彼が浮気者だったって話をしちゃったら、あ、この子は浮気しても許してくれるんだって思われちゃうんですね。はい。なので、いかに元彼がひどい男だったかっていうのも話さないようにしましょう。それはね、あ、じゃあこの人はそんな風に扱っていいんだっていう風に思われちゃうんですね。はい、絶対に NG です。かつ、やきもちを焼かせようとして他の男の人の話をする人っていますよね。今日ナンパされちゃったんだとか、何々くんに誘われちゃったとか、そういうやきもちを焼かせようっていう意味での他の人の話をするのも絶対に NG です。それは、あ、俺にやきもち焼かせようとしてんだなっていうふうに思われるのがバレバレだからなんですね。それはね、すぐにバレてしまいます。やきもち焼かせようとしてるのね、はいはいっていうのがバレバレなので、絶対に他の異性の話はしないこと。これをね、まあ、この1番目の話はちょっと皆さんすでにお分かりかもしれませんが、たまにね、まだ分かってない人がいるようなので、あえて書きました。他の男の人の話はしないこと。あなたが男性だったら他の女性の話はしないこと。そしてもう一つなんですけど、もう一点、2番目として、重要なものがあります。もう一点重要なこと、これです。2番目、自分の体調が悪いっていう話。
今ちょっと風邪ひいてだるいんだとか熱があるみたいなんだっていう自分の体調が悪い話、最近体調悪いんだよねっていう話、これはね、かまってほしいんだなって思われちゃうんですよ、相手に。自分が体調悪いからもっと優しくしてとか、この自分が体調悪いアピールをすると相手が優しくなると思ってこういう話をしちゃうんですね、はい、でもただ単に自分が体調悪いだけ、それをちょっと相手に言いたいっていう人もいるかもしれませんが、でもね、得てして、あ、かまってほしいのね俺にっていうふうに思われちゃうもんなんですよ。そして、あ、かまってほしい、かまってちゃんアピールだなーっていうのがバレちゃうので、うざい。そんな自分の体調が悪い話までして自分にかまってほしいのかって思われちゃうんですよね、はい、とにかくとてもうざいです。自分の体調が悪い話っていうのは相手にうざい人アピールをしているようなものなんですね、はい、なのであえて自分の体調が悪い時は隠してください。ただデートの約束をしている時にすごい風邪ひいちゃったとか生理が重くて動けないとかそういう時もあるでしょうから、そういう時はまあキャンセルしていいんですけど、その時もあまり言わない方がいいですね。自分の体調が悪いっていう、まあデートのキャンセルの時はしょうがないかな。デートの予定もないのに体調が悪いアピールはしないっていうことですね、はい。例外としてデートの予定をキャンセルするっていうのは仕方ないのでいいとしましょういいとしましょうっていうかね、はい、とにかく自分のかまってちゃん、かまってちゃんモードっていうのは相手に伝わっちゃいますので、これはね、自分の体調悪いアピールは絶対にしないでください、はい、常に機嫌のいいあなた、常に元気なあなたみたいなのをね、相手には伝えてほしいんですね。というのもそもそも人間も動物ですから、元気なもの、元気な人に惹かれるんですね。元気のいい、もう動物の本能として元気のいいものに惹かれるっていうのは絶対に組み込まれているものなんですよ、はい、なので元気のない人っていうのは魅力的じゃないんですね、そもそもね。枯れそうになった花っていうのは魅力的じゃないでしょ。なので魅力的なあなたっていうのは常に元気で調子のいいあなた、それを相手、その部分を相手に見せるようにしましょう。そして体調の悪い時は会わないぐらいの方がいいですね。本当に体調が悪い時は会わない。自分もイライラしますしね、はい、なのでこの2点に気をつけてください。まあ1点目はね割と有名なので他の人の話はしないっていうのは皆さんご存知かもしれませんが、2点目のね、これ自分の体調が悪い話はしないっていうのはあんまり知らない、周知されてないと思うのであえて言いました、はい。ではおまけで、お相手と盛り上がる話題、あなたがお相手と盛り上がる話題、どんな話題をすれば相手と盛り上がるのでしょうかっていうのをね、ちょっと3択で見ていきます。どんな話題を出すとあなたの魅力が増すのかっていうね感じ。今日は女神カードを使いましょう。3択です。カードを使っ
てあなたの魅力が引き出される話題。1番、2番、3番、 ABC で見ていきましょう。じっくり選んでくださいね。はい、選べない方は一時停止してゆっくり選んでください。では1番目、1番目の方、あなたが魅力的になる話題とは何でしょう。じゃん、あー、 Be strong。 あー、やっぱりあなたはね、強い人だ、元気いっぱいで強いあなたっていうのをアピールするといいですね。例えばスポーツをするとか、今ジムに通ってるんだとか、最近ウォーキングにハマっててとか、そういうね、体力があるあなた、強いあなた、そういうところをね、見せてください、相手に。例えば仕事で何おつぼねさんにいじめられてるっていう時でも言い返してやったみたいなね、そういうね、強さ、あなたの真の強さっていうのをアピールするっていうのもいいでしょう。精神的な強さと肉体的な強さをアピールする話題にしてください。はい、そうすると盛り上がるでしょう。では2番目、 B の方、あなたがお相手とお話をするときにどんな話題をとすると盛り上がるのか。じゃん、インナーウィズダム。内なる知性ですね。内なる知性、知性的な話をするといいですね。最近こんな本読んでとか、最近この映画に感動してとかね、何かね、知的な話題があなたをより光らせるでしょう。なのでそれには常に情報を仕入れていてください。このね、フクロウっていうのはね、知性の象徴なんですね。なのでインナーウィスダムなので、精神的なことでもいいかもね。精神性の高さ、あなたの精神性の高さっていうのをお相手の人はこう、とてもいい、好ましい長所だなって思ってくれてるんですね。はい、なので精神的な美しさというかね、高潔さっていうのもいいでしょう。なんていうか、正義感みたいなものもアピールするといいですね。あとね、みんなを引っ張っていくっていう知性でね、みんなを引っ張っていくっていう使命があなたにはありますので、そういう面もアピールするといいでしょうね。とにかく情報を仕入れてください。よりよく生きるための情報、知的なあなたっていうのをアピールすると、相手はもっとあなたにメロメロになるでしょう。はい、そして3番目、 C の方、じゃん、インフィニットサプライ。あなたはね、満たされてる、物質的に満たされてる、心も満たされてるっていう話をするといいでしょうね。今の現状にすごく満足してるよっていう話、今の会社にも満足してるし、友達もみんないい子ばっかりだし、あと何、仕事も楽しいし、みんなと和気あいあいとやってるみたいな、そういう部分をね、アピールするといいでしょうね。まあ実際に満ち足りてるんでしょうね。満ち足りています。あなたはね、困った時に誰か助けてくれたりとか、困った時に必要なものが見つかるとか、そういう特別な能力があるんですね。はい、なので現状にすごい感謝するといいですね。本当に私の周りにはいい人ばっかりで嬉しいみたいな、そういう話をするといいでしょう。
今の現状に満足しているんだっていう。そうするとお相手が、あ、この子はいつも前向きでいいなみたいな、そういうふうに思ってくれるんですね。はい、こんな人と一緒にいたら楽しいだろうなっていうふうに思わせるためには、今がすごく楽しいし周りにすごい感謝してるんだっていうことをアピールすると、もっともっとお相手はあなたにメロメロになるでしょう。はい、いかがでしたでしょうか。お相手と盛り上がる LINE のトーク、そして好きな人と LINE でしてはいけない NG トーク、楽しんでいただけたら嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。読者登録もお待ちしております。ありがとうございました。バイバイ。